掃除すんの大変そう。どうしてもキャンピングカーで背が高いと1日で3500円とかしてしまうので、しかも、前乗りの車中泊もできないので、ここタイムスの駐車場で1650円で前乗りできるって考えるとすごい安いよねということで、こちらタイムスの駐車場で前乗りして泊まることにしました。ちょっとむっちゃん興奮してます。動物見たらキャホーイとか言ってむせております。最近さ、年だからさ、興奮すると心臓に負担かかるのよね。そうなの。ということで、ハウステンボスにやってまいりました。まいりました。見て見て、超よだれ出てんだけど。はい、今日のプランは、とりあえずアトラクションに乗りたいのは乗りたいし、歌劇見たいし、ライトアップされたのも見たいんだけど、 そうだね、それプラス、何？これなんかね、バレンタイン限定期間みたいな感じでちょっとあるので、これに取り組んでみようと思います。で、これ取り組んでコンプリートすると何かあるみたい。あ、はいはいはい。7箇所あの回るところがありまして、7カ所集まると、あの500円のお買い物の金券が、3枚1500円分になると、はい、こちらが交換になりますね。おー、わかりました。ありがとうございます。はい、やっぱハウステンボスっていうと、この僕は風車のイメージがすげえなー。うわー、花とかもすごいんだね。こうなってるんだ。ほら、外国人の人もいる。あ、お客さんだった。うわ、これってさ、羽橋なんだね。ショコラ。おお、どこだ？ショコラ夫人。伯爵。あ、伯爵か、夫人じゃないのか。え、なんかショコラって言うとなんか夫人っぽくない？あ、でもね、ショコラ夫人の館もあるの。宮廷みたいな。あるんだ。適当に言ってみたら本当になってた。あ、あった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 。どこどこ。来たね。こちらから入場できませんね。何？出口制御。ガビー。はい、伯爵の館にやってまいりました。はい。これが正門なんだね。はい。で、ここではチョコドリンクと、世界のチョコをテイスティングっていうミッションがあります。あ、ここにチョコレートドリンク。A セット、B セット、そう、あとテイスティング、いろんなチョコ食べれる、すごい種類あるね。そう、で、このミッションは何かっていうと、このペアチケット限定のイベントでございます。ああ、そうなのか、はい、最初からそっちで申し込んでないとダメなわけだ。そうなんですね。お、私の館へようこそ。私はショコラ伯爵。結構若いな、これ。この館の主だ。さあ、結構イケメン。進んでくれたまえ。はい、むっちゃん、ちょっと阿弥陀恋愛のやつやってみようか。じゃあ3番でいきます。はい。結構いくね。結構多さをするね。お、結構いくね、結構いくね。はい、3番です。はーい。 55%。 甘すぎず、苦すぎず。あ、何事もほどほどがちょうどいい。55%。はい。なんかこのパーセンテージによって内容が違うみたいですね。55%。ああ、そういうことか。あ、でもちょうど食べやすくていいんじゃないでしょうか。あ、苦すぎず、甘すぎずで。はい。おお。すごーい。お前の好きのガッちゃんが横を出すのか出さないのか。いや、このぐらいでいいよ。嘘でしょ。だって二人で飲む。
最初です。さあ、歌劇のレビューを見てきました。はい、宝塚もまあ見たことないんですけど、僕はね初めてああいうのを見て、わーすごいなーっていうのと、なんかあー照れちゃうなーっていうのがちょっと混ざりながら、ね、客席よりもあった、めっちゃこすぐここまで来てたね。あ、そうだよね、無料で見れるのに結構近くまで来てくれるんだと思いながら、あのね、後ろのバックダン男役のバックダンサーの真ん中の人、はい、はい、キレが良くて良くて、ダンスの3番手の役の人だねっていうの、宝塚で言うと、うん、その人がかっこよくて見てた。面白いですよね。次は何、チョコ、チョコのテイスティングをしましょう。ほうほう、それがここなのかな。はい、ショコラ夫人、すげーピンクだね。なんかすごいドピンクだなこれ、すごいよ。1番が焼きショコラみたいな、3、4番はありがとうございます。すごーい。すごい。テイスティングチョコ。ね、こんないっぱい。種類が豊富すぎるよ。うん。すげーいっぱい乗ってる人が。世界最大級のシャンデリアとか。へえ。ガラスのシャンデリア。へえ。掃除すんの大変そう。シャンデリアを見下ろすことってないよね。そうだね、すごいね。さあ次は、はい、ちょっとすごい背が高いタワーがあって、タワーオブテラーみたいなタワーがあるので、そっちに行ってみようかなと思います。うわー すげー明るくて目がワンピースじゃねえあれ。さあこうやってさ向こう岸を見るとさ、人も歩いてないじゃんそんなに。うん、で本当景色をさ完全に楽しめるわけじゃん。そうだよね、いいよね。なんかよくわかんないけど、すごそうなんて言ってみよう。悲鳴聞こえた、マジで、うん、ギャーって聞こえた。ほんとだどうでしたか。こんなもんかそんな激しくないよね、うん、そんな激しくないよね、うん、そんな激しくないよね、うん、でも普通じゃありえないところの、うん、例えばなんか街中のありえないような高さから落っこったりとか、ジャングルとか気づいたらジャングルだったりとかいうのがあるジェットコースターだったりとか、なんか宇宙みたいなところもいた。宇宙いたいたいた、うん、なので結構楽しめたと思います。あ、でもね、はい、女の人はね眉積みは持って歩いた方がいいよ。あ、そっかそっか、うん、あのゴーグルをするガードっていうのをつけるんですけど、そう、眉毛消えるから、うん、消えちゃいますねあれはね、はい深深ちっこいね。ね、熱烈歓迎だね。もぐ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 、ガッチャン滑りに参ります。さああれはガッチャンでしょうか。ガッチャンな気がするんだけど。はい、じゃあ行きます。はーい、3、2、1、おーい、おー、出発しました。ガッチャン来てます、来てますよ。
ヤッホー、ヤッホー、ヤッホー、車です。無事到着しましたね。あ、よかったよかった。スーパートリックアート行ってみましょう。なんかこういう人いるよね、 YouTuber にね。半歩下がれる？左足。あ、いいね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 。で、光の海みたいな感じ。はい、ありがとうございます。はい、おめでとうございます。はい、コンプリート。はい、コンプリートです。ああ、ありがとうございます。はい、一日遊び尽くしました。はい。結構遊んだよ。いやいや、十分遊んだんじゃないですか。うん、なんかガツガツ行かなくても見れるし乗れるし食べれるっていう安心感があって、気持ちがそんなに急ぐことがなかった、うん、それだけでストレス軽減で、トイレも結構行くポイント行くポイントに合ってくれたから。でもあれでしょ、東京ディズニーランドとシーと合わせてもハウステンボスの方が大きいんですよ。広いんですよ。そう、それなのに、うん、結構歩いたよ。結構歩いたね。あ、そう、うん、という十分満足なのっちゃんでした、うん、面白かった、うん、僕もすごい楽しかったです。はい、はい、それでは次の動画でお会いしましょう。またね、さようなら。なんか異世界に来ちゃったみたいな。なんか急に世界変わっちゃったね、うん、一歩間違えると鹿の子に間違えちゃう感じだねこれね。あ、最初そうかと思ったよ。うわ、すごいな、この石だ。あー、おー、わー、これもまたほぼ垂直だね。おー。